どうも、ゲームウィズの山田です。はい、今回なんですけれども、相棒システムですね。相棒ポケモン、こちらが今後実装になるというのが、ナイアンティックさんの方から公式に発表になりました。ということなのでね、こちらのいろいろな解説だとか、こちらの相棒ポケモンが実装することによって何が良くなるのか、そしてどんなポケモンを相棒にするべきなのか、この辺について今回は語っていこうと思います。まあ、結構皆様はすでにね、いろんなところで記事見たりとか、動画見たりとかしてて、把握してる方もいると思うので、ざっくりと行かせていただきます。まあ、次回のアップデートで、ポケモンですね、任意のポケモンを自分が一人選び、そのポケモンと一緒に歩くことができるようになると、さらにその歩いているポケモンが、飴を持ってきてくれる、まあこれによって何が楽になるのかというところのお話なんですね。まずは、ベトベターとか、ケーシーだとか、あとはオムナイトだとか、ゲットする機会が少ないポケモン、もしくは巣が、全然ないポケモン、こういった、ポケモンたちの飴を入手しやすくなることによって、今まで埋められなかった図鑑、この辺が埋まりやすくなりました。ちょっと家の近くだと、例えばさっき言ったケーシーないよ、ケーシー捕まえられる場所ないんだよ、フーディーいつまでも作れないよっていう人が、まあ、ゲットしやすくなりましたね。かつ、これは都内の人もそうだし、日本全国そうなんですけど、ベトベタ難民、ベトベトンが作れないよという方がすごく多いんですけれども、そういった方が今後はベトベターと一緒に歩くことによってベトベトン作りやすくなると。まあ、ずっとヘドロポケモンとね歩くっていうのは抵抗がある人はねいるとは思うんですけど、まあ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 その辺はね割り切って皆様やっていきましょう。またレアポケモン、例えばラプラスやカビゴンですね、この辺のポケモンってゲットはできたんだけれども CP が低くて全然育成できないよ、もう一匹二匹ゲットするのしんどいよみたいな人が多いと思うんです。そういう方は今回の相棒ポケモンのシステム実装によって強化しやすくなった、飴が入手しやすくなりました。ということで、まあ、図鑑埋めも良くなったし、キャラの強化、レアポケモンの強化、この2点が緩和された、というふうに言っていいでしょう。山田個人が、まあ、ポケモン GO を相棒ポケモンみたいな感じでググった時にね、いろんな記事ババババって流れてて、その中で見かけたものなので、合ってるか間違ってるか定かではございません。ガセネタの可能性は全然あるのですが、こんな情報がありました。これ真偽は定かではないんですけれども、ポケモンごとに飴をくれるまでの距離ですねが違うというお話がありました。こちらなんですけど、まあ具体的に言ってしまえばカビゴンとかラプラスですねみたいな、すぐ、ゲットできない、レアポケモンですね、レアポケモンたちはその記事の方だと3キロ歩かないと飴がくれないよと。しかしキャタピーみたいなすごいね、いつでもゲットできるようなポケモンは1キロ一緒に歩くだけで飴がくれるよみたいなお話がさっと流れてました。これに関してはちょっと情報の大元ですねがどこから引っ張ってきているのか、僕もちょっとそれはその時調べても判明しなかったので、まあ、ガセの可能性があるんですけれども、まあない話ではないなと思いました。全てのポケモンがね一律で歩けば飴がみんな均等にもらえるよってなっちゃうとね、そのレア度の概念っていうものがちょっとねこうなくなってしまいますので、まあありそうだなと思いました。そちらの記事の方では、1キロ歩くと、もらえるポケモンと2キロ3キロで、もらえるポケモンと3パターンあるというふうに、書いてありました。まあ3キロだったらねカビゴンとかの飴、まあゲットしやすくてまだいいなと思いました。10キロ歩けって言われたらねさすがにしんどいですからね。ということで、まあ今回の相棒システムの解説したんですけれども、最後に、今回の相棒システムが来たことによって、今後何が起きていくのかっていうものをちょっと山田が感じていることが考えていることがありますので、そちらを最後にちょっと話しさせていただこうと思います。今回で、まあ、図鑑を埋められなかった人、そしてポケモンの強化ができなかった人ら、に対して、すごくいいアップデだったと、そういう方々がやることはできたんですけれども、裏を返せばそれが終わってしまったらもうやることがなくなってしまうんですね。今、日本だけではなく全世界のユーザーさんですね、強化もしやすくなった、ポケモンゲットしやすくもなったってことは、次何が待ってるのかと、これはもう新種別シリーズのポケモンたちの実装、もしくは伝説ポケモンの実装、これしかないんじゃないかなと思っております。もうゲットできるものがすでにない人らが増えてきてるわけです。そういう人たちは今ポケモンの強化してますね、それもなくなってしまうんです。それが緩和されてしまったわけですから、もう新しいポケモン入れてもいいでしょう。さすがにねナイアンティックさんもその辺多分ね考えて
実装していると思うんです。なのでちょっと僕は実はもう年内にね、金銀世代だとかのポケモンが来るんじゃないかなと今回のアップで、見て思いました。まあそうじゃない可能性ももちろんありますけれども、早く見たいんです僕は。ハッサムがうちにいるね、ストライクちゃんがね、個体すごい高いね、ハッサムちゃんがいるので、この子を進化させたいんですよね。鋼タイプとかアクタイプとかさ、そういうポケモンが活躍する金銀バージョンの世界に早く行きたい。図鑑埋めてからね。ちょっと今後にね、期待が持てるようなアップデートでございましたので、皆様ね、まあちょっと次回、まあ実装されたならば、みんなちょっとこちら楽しみましょう。はい、といった感じの動画でございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。山田チャンネル今回初めて見たよという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。また山田ツイッターアカウントですね、こちらも持っております。日々のね、まあ、の何気ないことも言ってますが、まあ、ポケモン GO のこと、あとは動画アップしたらそちらの方でも告知したりとかしておりますので、そちらもぜひぜひチャンネル、登録お願いします。フォローお願いします。それでは、この辺で今回の動画は終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。